よし、でででおお、いきなりメットだと飛ばしてるな。しょっぱなにメットを配置するだけの財力があるというのか。メットは高いんだぞ。メットは1体1000万する。これになかなかったっけ。ひひ、1体1000万もするメットをふんだんに。なんという財力だ、クッパ軍。クッパの財力は底知れない。おお、嬉しい。ガチで。だってここにもあるでしょ。あれ？そんな、ここですか。なんという嬉しい。嬉しい悲鳴。ここありそうだな。ありそうっすね。なに？そうじゃないよ。おーい、そうじゃないよ。あ、嘘だろ！くっそ、神こいつ。せっかく1アップしたのに。あ、でも、ここ。ここあれだからさ。走ってきゃよかった。ここにあれがあるから。コインがたくさんあるから 8×9 で28個落ちてるから、これをうまく使えば、まあまあ回収はできる。もうそこは回収しない。めんどくせえ。お前うるせえな。そんな、なんという敵所に配置、適所に配置してきたな。やった、嬉しい。そう駆け抜けようと思ったんですよ。まあ別にあったところでって感じだったな。え、まだ終わらないのか。今までのは序章だったと。何？今までは全て序章。序章に、すべては序章に過ぎない。なんという長さだ。信じ、何？落ち着け、一歩一歩。俺とマニオならできる。よし、これが絆。絆値が上がっている。俺とマリオの絆値がもう40を超えている。ずっと一緒にいたからな。うー、何？落ちろ。よし、すべて落ちて。助かった。うるせえ。くっ。あれを絶対に欲しい、あれはもう。しかし、イチャップキノコってあんな独特しい色だったっけ。よし。素晴らしい。なんという慎重なマリオだ。慎重で美しいマリオだな。もう取りたくねえけど。これ見ろ、案の定。よし、あえて消すか。ドゥン！なんという慎重かつ美しいマリオをするんだ。くっ。慎重かつ美しいマリオ。これ何回かやったことあるんだよ。ここで。こうだ。こうやってやるんだよ。ひぃ、マリオコーチ。マリオコーチのバイトをしようかな、俺も。ノーワープ、ノーコンクリア。マリオコーチできるでしょ。マリオコーチ募集。1時間1500円。e スポーツとして。e スポーツの先駆けとして。もう8の3だと。これはいけるかもしれん。俺とマリオの絆値も上がってるし。こいつをつけていけばいいんじゃないか。
そうすればパス、顔パスね。あいつの後ろについていくことで。これ上いなかったっけ。よし、ドキンク。そして上からいく。なんという用意周到な。何度かついていけば。間違えるわけにはいかないんだ。こいつを蹴っていけばいいんだな。よし。分かっておった。お前が裏切り者だということはな。そこにおるのはずるい。あ、こいつだから一回ジャンプするんだ。これ無理じゃない、絶対に。あいつの軌道を見極めることは無理だ。あいつの軌道を見極めることは常人には不可能。それは無理な話だ。やめてくれブロスさん。ブロスさん、それはやめるんだ。よし。えっ、マリオが暴走した。自分の意思で、自由意思で、マリオが自由意思で動いている。マリオがデモを起こしている。まだ来るんか、お前。早く行けよ。何そこにいるだと。いや、おかしいだ。一気に2階も飛び降りてきた。2段階。いや、ちょっとブロスおかしいよ、マジで。なんだブロスって、そもそもなんでこんなやつがクッパの後ろにいるわけ。クッパの前に、なんでお前みたいなやつがクッパについてる。答えろ。説得してやな、こいつ。スパロボなら説得できるよな。しつこく説得すれば、スパロボならしつこく説得すれば仲間になるよ、ブロス。はぁ、2連発とかな。ちょっとマジで何なんだよこいつら。ちょっとあそこ、当たってねえじゃんこれ。なんだよさっきから、当たってねえし、2連発だし、何なんだよこいつら。やべえぞ、もう一回も見せねえ。そう、2階から降りていく。急にパターン放出してきやがったこいつら。今まで俺が見たこともないパターンは。もう死ぬわけにはいかない。この緊張感がある。香ばしいほどの緊張感。いや、そうだ。クズが。ここにあるか。え、なんでない？あれ！そこは。はっ！まあ。知るか、ボケ。よし。え、何それ？そこに。くそ！ちょっと惜しいな、コイン。なんで浮いてんだ？よし。いや、コインが欲しいって。31か。コインなんか、なんとか。31個コインがあれば、俺はまだ。いや、怖いな。たった1機の。ワンマリオ。道中はなんとなく覚えてんだよな。クリボーが3体いなかったっけ、この先に。そうそう、ここ。ドゥル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 。あれ、上じゃなかった。なんかで、上の動画に入るんだっけ。じゃないだろ。あ、
まずいぞ、時間をどんどん押してる。じゃあここから多分あれだ、あそこだ、あのそう、これこれこれ、よし、海でしょ。あれ海じゃねえの。海じゃないの。は？海じゃないの。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。これで死ぬはあんまりや。まあここまで合ってるはず。このあの上のとこに入るやつは あれは合ってるはずだ。ちょっとこの動きやばい。手に汗握ってきた。よう避けたな。ほらドゥ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 、よし、気をつけろよ。ファイヤーバーがあるぞ。ドゥ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 、よし、ここに来て完璧なマリオの絆。よし、でかい。ここでマリオ温存。あ、いや、ブラステッ私は奇跡を起こす男。お前ほっぺがでかい。なんか口が多く、口元が緩んでるぞ、お前。口元が緩みすぎてるな。これだけの冒険をしたのに、こんな口元の緩んだピーチの出迎えとは。まあでも楽しいんだわ。まさかこれほどスリルある冒険になるとは思わなかったよ。マリオの旅は終わった。しかし、シンスケの旅は続く。